事ができない。そう、見た目のタイプが全くなくて、でも結構一目惚れして恋愛してる人たちなんかうまくいってるイメージ、うん、女性用風俗が結構流行ってるじゃないですか。あら、私の周りの友達が結構ハマってて、その女性用付属に。え、ちょっとそんなこと言われたらさそうそうそう、気になるよね。なるやんか。本番とか、あ、本番は乾杯。平日の昼間からあれ乾杯。今日はね、プラスがまお仕事ということで、あら、でちゃん一人で、あらわし一人なのか。気になる話題とか、気になる話題、彼氏ができない、助けてくださいって、助けてください、彼氏ができませんっていう自分ね、なんかそのタイプがなくて、もともとよくさ、タイプどんな人って聞かれたりするけど、うん、タイプの顔とかどんな性格っていうのが全然なくて、うん、化学反応が欲しい人、化学反応が欲しい人、もうなんだろう、動物的な本能で好きになるみたいな、で惹かれ合うっていう、もう情熱的な恋愛がしたいってことね。そう、見た時にはぁーって舞い降りて上がさ白くなって、はい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 、この人やみたいな。あ、じゃあ友達から恋愛に発展することはあるかないかで言ったら、今までなかった。あ、じゃあないんだ多分。じゃあ多分なんか化学反応が結構欲しい人だから、人のことを好きになることはあるけど、普通に徐々に好きになっていくのとでは、うん、この本能的な好きとはもう全然違う。一回本能的な好きを知ってしまうと、うん、もうさ、この人好きだな、いい人だな、付き合おうっていうのできなくなる。それじゃあ会った時にはもうすぐ分かるんだ。大体分かるね。じゃあ一目惚れに近いのかな、言い方で言うと。恋愛の始まり方っていうのは、そうだね、もしかしたら一目惚れっていうのは、うん、化学反応のことなのかもしれない。そうなんですか、皆さんそうかもしれない。でもそうだね、言い方が違うだけで。でも結構一目惚れして恋愛してる人たちなんかうまくいってるイメージ、うん、だから多分もう本当に運命的にこう惹かれ合ってる、もう動物的にも遺伝子的に合ってる二人だと、うん、あーってなって、もうそういい感じなのかな。そう、見た目のタイプが全くなくて。あ、全くない。ないの、ほんまにないの。誰でもいい。なんかね、昔友達にいたんだけど、うん、あのなんか元カレの写真あるみたいな、うん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 、あ、そうなのっつって、元カレ全員の写真持ってるって言われて、ちょっと見せてみっつって全員見せてもらったんだけど、同じ人にしか見えなくて、うんうんうん、全員ロン毛で、あのなんてヒゲ生やしてて全く一緒なのルックスがはい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 、同じ人ちゃうのと思ったことあって、あ、だからその子は多分タイプがもう決まってて。あ、そうだね、うん、もうね、あの自然とそういう人を好きになっちゃうんだろうけど、うんうん、自分はなんか全く違う、一切今までその付き合った人とかは似てない、うん、へえ、みんなもう全くも違う。今彼氏いないじゃないですか。はい、どうするんですか今あれはどうするって何をですかあれは、ほら今割と女性用風俗が結構流行ってるじゃないですか。あら、え、じゃあほんまにあれは気になる、うん、気にならない。いや、あのね、自分ね、うん、全然知らなくてそういうの、うん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 、これダメだなと思って、うん、期間があまりにもやらなすぎ、あまりにもちょっともう干からびている女性になってしまうのかと思って一回調べたの。あんのかな。あ、調べたことあるんだ。調べたらあるんだねそう、女性用の。ただそう、想像つかなくて、うん、どういうものなのかなって、まあ、基本的にはいろんなコースがあるみたいで、まあ、普通にデートしたりとか、いろんなコースがある、一緒にご飯食べたりとか、イチャイチャしたりとか、お泊まりしたりとかっていう結構いろんなコースがあるみたいで。お泊まりですよ面白い。それ何、プレイってこと。あ、そういう、ちょっと彼氏彼女プレイができる。そう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 、今日は恋人プレイみたいな。あ、時間とお金が必要ですけどねそっかそっか、お金ってどれくらいなの。分からない、お店によるけど1万円とか2時間2万円とかかな、分からないけど。あら、まあ、でも私の周りの友達が結構ハマってて、その女性用付属にみんないいっていう。え、ちょっとそんなこと言われたらさそう
そうそう、気になるよね。るやんか、みんなこう、それは、うん、本番、あ、本番はないけれども、ないって、やっぱこう癒されるみたいで、まあ、基本的にはマッサージとか、ゴッドハンドマッサージ、ゴッドハンドマッサージとかあるの？すごい。やっぱ普通の、まあ、恋人だったりとかそういう関係の男女の営みって、まあ、ただこうやるだけが目的だったりするじゃない。そうじゃなくてやっぱお店だから女性が癒されるっていうのがメインらしくて。そっかそっか。じゃあもう全部そのなんか知り尽くしてるじゃないけど、うん、女性がしてほしいっていうことをふんだんに取り入れて、うん、そのサービスを提供するみたいな。そう、すげえな。だからちょっと行きたいじゃないの。それで初めて行ったって人がいるの、うん、あら、普通のそういう男女の営みでは全くエクスタシーですか。そう、エクスタシーを感じなかったのにお店では初めて人生で経験したっていう人が多発してるらしい。多発してるの。そう、いや、でも女性はさ、なんかねえ、やっぱそのエクスタシーを感じさせられるとなんか、うん、あれ、なんか恋愛的になんないのかな。本気になる人やっぱり多いでしょ。それ、ね、ホストとかもハマってる人とかハマっちゃうやんか、うん、割り切れんのかな女性はっていう心配はある。自分結構さ、割り切れにくいタイプだから、うん、感情が入っちゃう、好きになっちゃうと思うの。一度その確かにドハマりする人にあんまり向いてないかもしれないね。そういう恋愛になってしまうとか、うん、どうしよう、どうする。私そんなハマってもうブラスの会社のお金を使い分かってさ、経費で経費ですって、ちょっと一回交渉してみる。これ YouTube のためですとか言ってさ、やる企画的に。なんかね、昔そういう話したことあったの、うんうん、男性の人ってなんか風俗は浮気じゃないって言い張る人結構多いやんか、うん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 、で、うちからしたら、まあ、浮気っちゃ浮気なのよ、やってることやってんじゃんしっかりとみたいな、うんうんうん、で、なんか浮気じゃないって言うやんか、うん、で、今の世の中だとその女性の風俗も存在してるわけやんか、うん、じゃあ女性の風俗女性は行っても浮気にならないってことって。うん、でも男性にねそういうことを聞くとさ、うん、嫌がるんだよね風俗に行ってやるのを、うん、なんで男は良くて女はダメなのって、うん、で自分結構思ってて、うんうんうん、一緒じゃん。男性が風俗に行って浮気にならないんだったら、うん、じゃあ女性も風俗行って浮気になんないじゃんって、まあ、浮気はどこからと捉えるかは人によるかもしれないけど、アレちゃんのお店は浮気だと思う？難しいな。内心は嫌だよ。内心は、ね、もちろん嫌だよ、うん、だってすごくなんか好きな人だし、うん、自分が愛し合ってたりしてるのもさ、うん、他の人を抱いてるって想像するだけで嫌じゃん。でも結局女性用付属に今ハマってる人って、まあ、フリーの人もいれば結婚してる人でマンネリ化しちゃって夫婦で癒しを求めに行く人も多いんだって。あと初めてまだ経験したことない人が行ったりとか。まあまあもしかしたらね、うん、セフレよりいいかもしれないね。じゃあ分かんないやん。例えばセフレだとさ、どこで誰と遊んできたか分かんないじゃん。誰かと遊んだかも分かんないし、もしかしたら病気あるかもしれない、その心配もある。それだとその風俗の男性の方が多分毎週検査させられたりとかして、そこは清潔的にこう保たれるし、そのセフレだとさ男性側が満足して終わっちゃうと成り立たなくなっちゃう。女性が満足してないのに男性が満足するだと、女性ボランティアみたいな。そうそう、ボランティアになっちゃうよね多分。その男性だけが満足して女性が満足しない。だから、まあ、もしかしたら割り切れる人からするといいかも ね。それでいいって、まあ、清潔だし女の子として扱ってくれるし、ね、うん、満足もさせてくれるみたいな。じゃあクリスマスは今年のプレゼントしてくれる。一緒に予約しましょうか。あらー、ちょっとこれは緊張がする。緊張がする。いつかじゃ体験したレポートを皆さんに。レポートか。いやでもみんなの意見聞きたいよね。男性が浮気にならなくて付属ね、で女性がなるみたいな、ダメみたいなっていう人が多いけど、その理由を聞きたい。コメントまで、そうコメントを残してほしい。そのどうしてその女性はダメなのかっていうのを。それはちょっとさ、自己中じゃない、僕たちはいいけどお前たちはダメみたいなのはエゴイストですよ。皆様
バイブは事務所宛てに送ってください。お願いします。喜びますので。クリスマスプレゼントは、あの、可愛らしいやつでお願いします。なんか、やらしい、ちょっと、グロいやつはやめてください。お願いします。